400m2 部男子決勝戦、こちらも8人で争われます。この出場する8人のうち3人が大阪大学なんですね。そうですね、これ注目はどなたになりますか。やっぱりあの記録を持っているのがその松本君ですね、7レーンの大阪大学、はいはい、であの指導されている、監督さんも松本君にその期待してまして、なんとか、いい記録を出して気持ちよく終わってくれないかって、そんな話もされてましたけど、ね、なるほど、まあ、最終学年4年生の松本拓真、はい、でそこにあの大阪市立の徳田君がどう絡んでくるかということですね、はい、5レーンの徳田和弘、大阪市立大学、はい、現在呼ばれているのが大阪経済大後藤慎馬、そしてこちら黄色ユニフォーム大阪大学松本拓真4年生です。そして和歌山大学松岡翼、そしてこちらも阪大細野幸太郎2年生、その他第2レーン神戸大の高柳、摂南大伊藤、阪大の志賀、大阪市立大徳田と、この8人で争われます2部男子 400m 決勝です。津田さん注目の松本は7レーンです。画面左から3番目、黄色ユニフォーム阪大松本、2部男子決勝 400m 今スタートしました。揃ったスタートになりました。さあその松本がぐんぐんとスピードを上げています。松本、そして大阪経済大学の後藤もスピードを上げているでしょうか。松本が前に出てきました。バックストレート、松本が前に出てきます。インから一人来ましたね。インからこちらは摂南大でしょうか。そして今第4コーナーに差し掛かろうというところ、この大阪大学松本拓真前に出てきました。さあ第4コーナーを終えて最後の直線、さあ現在先頭は大阪大の松本、そして大阪大の志賀も速い。松本と志賀、阪大の争い、松本志賀、松本志賀、さあほぼ横並び、最後はどちらだ。松本が先にフィニッシュしたように見えましたが、松本か志賀、松本の方が速かった、ね、松本でしょうね、ですね、はい、こちらのカメラ画角からは松本の方が早くフィニッシュしたように見えました。またこちら結果を見たいと思います。速報は48秒09、こちらリプレイご覧いただいています。あ、結果が出ました。48秒13で大阪大学の松本、そして48秒19で大阪大の志賀が2着でフィニッシュということになりました。ワンツーですね。そうですね、こちら今画面、右から2番目、これが阪大の松本です。松本がもうこのバックストレートのあたりでぐっと前に出てきましたね。ぐっと前ですね、はい、で大きな動きしてますね。じっくり見るとなんかなかなかのいい動きで、そうですね、そしてここで志賀もぐんと出てきました、ね、うん、はい、志賀と徳田も前に出ていたんですが、徳田が少しこのあたりで失速したでしょうか。最後志賀が少し前に出て、ただ最後はその松本が前に出て最後フィニッシュしました。監督さん喜んでますね、きっと。あの期待してましたもんね、はいはい、期待してましたから、はいはい、2部男子 400m 決勝、大阪大学松本拓真4年生優勝に輝きました。本当に最後は阪大2人の争い、はい、これ見ものでしたね、これね、見ものでしたね、もう本当にどっちが勝つかというようなところ、はい、で最近阪大マイルが強いんですよね。 4×400m リレーがこうしてメンバーが揃ってきますから。あ、そうなんですね、はいはいはい、それでは優勝しました大阪大学4年生松本拓真優勝インタビューです。それでは優勝しました大阪大学松本選手です。優勝おめでとう。ありがとうございます、今の気持ちいかがですか。いや、今年初めて自分自身感慨に出たので、そこで2部とはいえ、まあ、優勝をつかみ取れてとても嬉しい気持ち。ありがとうございます。先ほどのレースを振り返っていか、いただいていかがですか。ちょっと、そうですね、今年はあまり競り合えるような選手が少なかったっていうこともあって、まあ、内容的にはあまり良くなかったんですけど、
なんとか優勝できてそこは良かったかなと思ってます。ゴールした後に転倒もありましたけども、はい、そこ大丈夫ですか？ちょっとどうしても1位になりたくて、それでは今後に向けて一言お願いします。今後そうですね、まだ、前から標準とか切れてないので、その辺目指して、記録を伸ばしていきたいなと思います。ありがとうございます。優勝した大阪大学松本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうしても1位になりたかったと。なかなかいい言葉ですね。どうしても1位、ね、やっぱりその気持ちがあって走りに、ね、はい、なってきますから、はい、まあ、転倒しようが何しようがこれでどうしよう。まあ、でもインタビュー聞きながらのこの笑顔もまた良かったですね。そうですね、はい、さあそしてまたリプレイご覧いただいていますが、最後この志賀も必死のこの粘りでした。一、ね、はい、着が大阪大学松本拓磨、今転倒シーンも映っていますけれどもやっぱりこう必死さがね最後伝わってきま す、ね、はい、そして2位でゴールしたのは大阪大学志賀隼太、そして3位が大阪市立大学の徳田という結果になりました。4位は神戸大の高柳です。初めて関西インカレに出たという話もありましたね、松本くん。これ初めて出て、これ最終学年の4年生ということですが、そこで見事 400m 優勝に輝きました、はいはい、現在画面映っているのが優勝を果たしました大阪大学松本拓磨、 400m 優勝に輝きました。